残波、ロイヤルホテル、ヨミタン村は、沖縄県の沖縄本島中部、中上郡に属する村。日本の村としては最も人口が多く、人口密度は、同じ道群の北中城村、中城村に次いで3番目に高い。2015年の国勢調査では、村として人口増加数は2位。西海岸の砂丘上には、沖縄海塚時代の遺跡が多くあり、 戸口木綿原遺跡からは九州の影響を受けたとされる箱式石棺墓が見つかっている。そのことからこの遺跡は1978年11月15日に国の史跡に指定されている。また膝川の川口付近にある戸口東原遺跡からは爪型分土器が見つかり沖縄の戦死時代文化が約7000年前まで遡ることが分かった。沖縄戦で 村の95%が米軍に接収され、1972年の本土復帰時においても、読谷村の73%が基地となっていた。基地の返還に多くの都市付きと村民の労力が費やされたが、現在も村面積の36%を米軍基地が占める。2012年現在、読谷村の米軍基地が占める割合は36%。現在、 読谷タン村では村の面積の36%を米軍基地が占めている。中でもカデナダニヤクコは関わる後市町村の中で読谷タン村が最も多い面積となる。ザンパミサキ東大大がドラマ琉球の風の撮影に使われたオープンセット。ありがとうございます。